俺はじめ社長の動画見たよ。てか俺さっきそういう騒動があってるのし、あったの知って、あれと、なんか俺もさ早めにさあれしとこうぜ、あの予防線張っとこうぜ、もう心当たりがありすぎてさ俺もあれ心当たりがありすぎて、あんなんでさあれかわいそすぎないか、本当に。なんかもしさ俺万が一さ俺のこと暴露した女がいたら本当に寄ってたかって、本当にあれしようぜ、血祭りにあげてくれ。あれ恐ろしいわマジ、あんなんでそんな燃えんのかよと思って、おぞましいわ。約束しとくわ本当に、愛のあるセックスはしねえっつって、口止めしてない事務所がある。ちなみにあれで、あの俺のマネージャーは、あ女なんて好きなほど抱いていいよっつってたよ溺れるほどだけっつってたよ、溺れるほど。未成年とやらない、えもう女なんてもう死ぬほど死ぬほど抱いていいよっつって、溺れるほど抱いていいよって言われたんだけど、11回視聴者やってたのか、俺もうすでに出してんだけど、出してバレてんだけど、ヒカキンの暴露も出てたんだ。まあだからやっぱ女性相手に商売してるとめんどくさいよね。いやでもあれ恐ろしいわ、なんであんな風に取り上げるんだろうなって、怖くなったわ本気で、日本という国が。でさ、なんかさ、女が被害者ずらしてんのがマジでウケるよな。振られたグレーでさ、じゃ俺だったらさ、はじめ社長の肉便器3回エッチできたらさ、本当に、何の後悔もないんだけどな。お前、俺とやってる女なんてあれだぜ。エッチしたら次の日から LINE ブロックされて、もう二度と連絡取れねえんだぞ。どっちがいいんだろうな。まあ、でも俺は一応そういうので揉め事起きてねえからそっちの方がいいんだろうな。もっとやっぱゴミみてに扱った方がいいんじゃねえの。愛情注ぐから勘違いするんじゃねえの。女ってバカだから。俺絶対ブロックしよう。俺言っとくけど、女おろし、女子供おろしたとしても謝んねえからな。あ、おろしたよ、つって。あ、なんでかって言うとね、産みたくなかったからって言うからな、本当に。今の言葉使ってくれ。代わりに視聴者があげといて。加藤純一の謝罪会見つって。理由見たくなかったからって。よろしく。絶対謝んねえよ。あんな謝罪会見とかすっからめんどくせえことなんだよ。知らねえバカつってさ、なんかさ、突っぱねりゃいいのにね、なんであいつら謝るんだろうな。周りにまでさ、そういう空気が伝染するよね。もう絶対謝んねえよ、あんなの。俺てか女にも謝んねえもん。だってゴロリとかもさ、俺あれで逆切れしてぶん殴るぐらいの勢いで、男のプライドがよーみたいな、携帯勝手に見やがってやつって、はじめ社長への応援動画あげろ。てかほんと余計なことしたよな、あのバカどもは。絶対もっと人気になっちゃうから、はじめ社長あんなことやったら。女ってああいう時結束固くなるから、ほんとに余計なことしたなと思ったわ。死んでほしいわ雷に打たれて。絶対もっと人気出るからあんなことしたら、絶対結束固まるから。で、何食わぬ顔してさ、やってって、すごい、ああいうのにも負けない、はじめ社長かっこいいみたいな、どんどん、で、私もチャンスあるみたいなさ、勘違いした女がどん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 周り固めてってさ、そんなの、ただ100万、200万、ノーダメージでお金送ったようなもんだからな。本当にバカだわ、絶対、もっとさ、なんていうの？脱税とかさ、そういうんだったらわかるよ。意味ねえから、あんなの。ノーダメージだから。あれもったいなかったわ。お前脱税しても下手すりゃ WBC 監督できるからな。意味ねえんだって結局そんなの。意味ねえ。再生数絶対落ちてないじゃん。そうで絶対そうだよね。だってさ、俺もフォローしたくなっちゃうもん。あんな男もフォローしたくなっちゃう。ちょっとはじめ社長かわいそうじゃねえみたいなさ、擁護派がどんどん出てき、出てきちまうから。俺ですら。かわいそう、はじめ社長となっちゃう、なっちゃった。はじめ社長活動休止、もうま、はじめ社長の活動休止の話もう何回してんだよ。なんで活動休止したの教えてくんねえか。今から見てるテレビの前の君たちに。もしかしたら今日お父さん見てるかもしんねえから。理由教えて。俺の大好きな、これ YouTube に転載しといて、あのはじめ社長が、つって。ニコニコ動画1イケメン実況者が語る、はじめ社長の
将来への憂いみたいなタイトルで20万再生ぐらい取ってくれ。そしたらお前らの給料2万ぐらいあるからいいだろ。伸ばしといてくれ。その時のための俺が今から、あのはじめ社長が ?PDR さんみたいにやってくれ。見たわ、この前。PDR さん。あの歯がガチャガチャしてるゴミ。あげといて、YouTube に。うん。よろしく。で、俺がなんか、はじめ社長の悪口一方的に言ってるのはちょっと悪いから、俺のなんかチブあんだろ。なんか一方通行逆走したみたいな、あれも書いとけ。そしたらなんかどんどんだろ。お互い痛み分け。一方的な暴力ダメなんだよ。こいつもやってるよみたいな。お、やってるね、うんこじゃんみたいなさ。それとちょっと抱き合わせで売っていこうぜ。よろしく。その方向で、一つよろしくお願いします。はじめのファンパコったぐらいで騒ぎすぎだろ。なんかあれなんじゃない？その企業からクレーム言われちゃったのが一番やばいよな。だってあの人たちそういうのを相手に商売してんじゃねえの？知らねえけど。でも昔からそういう燃え方あの人よくしてるよね。ニベアをやってみた。みたいなの。別に俺どうでもいいと思うけど。どうでもいいと思ってますけど。俺、いや、ちょっときついもん。自分だったらさ、そういうふざけてやったやつが、その、企業から、怒られたんだったらまだすいませんって謝ればいいけど、なんか、あれなんでしょう。信者が荒らしちゃったみたいな、そういう、立ち悪い感じだったんでしょう。あれちょっとかわいそうだわ。なんか風呂のクリーム買いまくって無駄遣いしてあれさ、別に俺はどうでもいいと思ってるけど。綺麗綺麗で体洗ってるのもあれさ。いいじゃねえかよ別に何で体洗っても。シャンプーねえ時に俺がボディーソープで頭洗うとかあんねえだろうかよ。しょうもねえ。少子。もうこれ怖いんだよ。いつも流れんだよ。これ何？これ毎回流れるんだよね。多分ウイルスだよな。もう彼これ何年の付き合いなんだよ。このウイルスと。このビルスと。